こんにちはえさっきのね続きなんですけどね途中で切れたのねちょっとスマホの熱量が上がっちゃってねそれとあのフォトにねあのたまりすぎてなんかそれで止まっちゃったみたいで一生懸命ね削除してたんですけどねなんか Google ググフォトも確か有料化になるような,なんか無料枠 なくなるとかチラッとどっかで呼んだなどうなんねやろなかなかあそれでこのスマホ熱くなるんですよねこれあの j イコムで買ってるんやけどもまああの中古をあのリフレッシュしたスマホなんていうのかなリフォームだから中古の新品やからね 何か,かもう一つ不具合が多いんですわアンドロイドやけどねえー、っとで前のスマホの方がね値段が倍5倍ぐらい多ん前の方が高いのそれ今あのうちの子のねおもちゃになってますまあ電話は止めてねでも昨日はずっと以前のやつの方がいい,い,いですよねだって10万近い。 これ2万、2万ぐらいや安,、ね、安い方のね携帯数ねだから止まっちゃったのだからこれから暑くなるとねあの熱量上がると勝手に止まっちゃうのよねその辺でクーラーつけたら涼しいんやけどねあの、寒いのまひ手やとほんでねすぐあのクーラー消しちゃうんですよで今日はなんとヒーターつけとったからねでヒーターの前で先っきとっとってほんな暑熱なりすぎるわよね ほんでねあの今あのパーリ派ね行ってるんですけどねマシンを使ったね非常にいいですで私なんか風麻痺でねもうすごいしびれてね痛いわけですよこう左半分がね手なんかもカチコチでね足も痛いわけですよほんであの例のお迎えが来るんですけどねあの機能な,なんかねもう一歩歩くだけでももう もうめちゃめちちゃゃ痛いんですよ。膝、膝も軟骨すり減ってるのもあるけどもねで手引きでねあの歩くんやけどまた市営住宅の,あのエントランスってねこうス,スロープがねスロープが坂道になってるわけですよで坂道になってそれでカーブしてまた坂道なわけよこうこう曲がるわけよだから車椅子で降りるのもねあの下手したらこうバーンと前の壁にぶつ当ったりそうになるしねほんで 新しい車椅子、玄関にあるやつでねあの、こうカーブに曲がろうと思ったらね、ずるずるずとっと滑るんですよ、砂があると。だから直角に曲がらないとね、危ないの、坂,坂道。そこをやっぱりあの手引きで行くわけだから、かなりこう、下り坂を歩くのって非常に痛いわけですよね。山登りでも下りの方がきついでしょ、大体。登ってる時は平気やけども、 下りの山道ってきついいじゃないですかそれと一緒やねところがねそのパーリ派を、えー、と4時間かあの1時ぐらいからね、えー、4時過ぎまでねやるんですけれどもねこう6つの機械をねあのそれぞれ10カウントぐらいずっとねやるんですよそのほかにね、まあ、あのラジオ体操のやりの最後には太極拳やるんです太極拳もなんかあの こうやってこうやって広げてほんで足を上げて足を伸ばしてこうバランス取るみたいななんか中国のポーツでね面白いんですよまあいろんなことやってるわけですよねそれが非常にいいらか生き品はもうよっちよっちで「痛い,い,いた」言いながらねあれ取ったからね帰りはね足取り変わるわけあ行いけるわいけるわまあ手引きしてもらってやけどねいけるいけるいう感じでねあの一気にね あの自宅までで帰れたんですよ行き品はね途中でねもう今日はいつ持ってきて途中で休憩してそんでももう痛い痛いしねもう車に乗り込むまでもう超大変だったんですよ。こんなんで続けれるかなぐらいもうちょっと足左足負傷してるんでね今初日はどうもなかったんけどねやっぱり痛めてあの坂道でそれが帰りがの非常に 血流が良くなったせいかね、あの、痛みが少ない。だから、この間から、パーリハするとね、痛みが軽減します。筋肉痛は来るんですよ。でもそれ、種類が違う痛みやからね。筋肉痛は私、元から大好きで、<laughs> ジム行ったら、筋肉痛にな,なるほどやらんと気ースまへん方で、昔の、あの、町のね、あの、ジムはね、あの、すごい負荷でやってました。 こう引っ張るやつでもね30キロ引っ張ったりねそうすると肩上がれへんなんで30キロできちゃうのよね30キロ何回でもいってあいけるわいけるわって、ね、全部30キロで足足をするのなんか60キロわあ足で蹴っとったわけですよねできちゃうわけマシンだとそれで結構な時それで翌日もああ足されへんぐらいにね筋肉痛になってんけども今はね2.5キロから。 2 5キロが一番、あの、軽い負荷でね、そっから始めるわけだから、非常に軽いんですよ。こう上げるのでも、なんも、普通にね、できるわけ。で、普通にこう、ふ腹筋の,の、こう、サルす下がるわけ。ところが、しっかり効いててもねよ、翌日、翌々日にね、軽い筋肉痛がもう全身にね、あの、あるわけですよ。痛くはないの。なんか、まあ、痛がゆい感じ。 軽い筋肉痛やからね。まあ、手、麻ひ手の方は痛いんやけど、痛みがでも柔らかいでるの。やっぱり動かすと。ほんで、ベッドでの寝返りも非常に楽になってるしね。こう起,き起きる時も、もう、どっかも手すり持たんでもね、すくっとこう、あの、状態を起こせるわけ、ベッドの上から。前やったらこれ持って、うーいう感じで必死で寝、ね、起きしてたんやけどね。そもそも一番最初は入院当初は寝返りできへんかったから、自力では。 まあ、手すり持って何とかして、あの、やっと帰れるぐらいだけど、今、寝返り打てるしね、麻痺側を下にしてね、寝れんの。それは入院中考えられなかった。こう、痛いんやけども、あの、これを下にしてね、寝れるわけ。病院の時でそれ無理やりやったら、もう痛い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 な、なったんやけどね。だから、パワリハってすごく効いて、まあ、あの、麻痺手とか痛みがね、軽減しますね。 で、しんどさも軽減する逆にじっとししてる方がね、しんどいだから頑張ってあの今日も一通りコースあの機能かあのこなすと帰りが非常に軽やかになってもう全然違うねいうぐらいね手引きしてもらってる人にもねもう朝日と全然違うねもう,もうい,いけるいけるいで私結構早めに歩くの好きな手,手引きで押し,押しながらねゆっくりゆっくりやと余計ねしんどいんですよ。もうた たったたぐらいのスピードで行くのがね楽なまあ言ったら見たらねあの、倒れそうな勢いでね進んでるわけだけどこの倒れそうな反動を利用して前進んでるような気もする、まあ、手引きで持っ,ても持って持ってるからねこけないからね安心してねスピード出せんねんけどねだから帰りは一気に行けただからすごいねパーリハーこんなに効くと思わないからもうそのから効いてますからね だこれからあのだんだん弱なっていく感じがねもう実感としてある確かに体が変わってきているそれともう一つの可能性としては、まあ、お正月にコロナにかかってると思ってるんだよねまあ2週間ぐらい熱上がったり下がったりで1月7日に PCR で陰性になってまた出ーき始めてるけど、ね、もうものすごいずっとしんどかったのよだからね 正月、ね、寝てばっかりで廃養になったんかなと,とも思ったんやけどもコロナ後遺症って大体文献あさってみたらね大体半年ぐらい皆苦しんではん非常に強い倦怠感とかなんとなく胸が痛いとかねで頭痛いとか,なんかの喉が苦しい息,息苦しいとかねそういうのがずっとあったわけよ。で 1>, 1月でしょ1月7回 PCR 陰性でしょだから今6月過ぎてもちょうど6ヶ月たってるわけよちょうど後遺症なくなる頃合いそれもあるのかもわかんないそれと季節的に暖かくなってきてね寒冬はやっぱりあの固まってねしんどいんやけどもまあ気温が上がると体もあの硬直しづらくなるからね動かしやすくなるからねそれでなんか元,元気100倍になったかも ただこう、顔がね、まだ、顔の筋取れないからね、自分で一生懸命、うんってやってんだけどね、顔は、顔が遅いわね、顔と左手は遅い。でも足、足、足の裏痺れてるけどね、足の感覚がね、こう、つかめるっていうのは、足の指でこう、動くの、非常に動くようになってきて。ほんで、こうやって、あの、膝持ち上げて、足、膝をこう、曲げて、上げて、そのまま、

あのカラオケでもずんどこぶしはよう歌う,とう,とうとってたからねシ、まあのずんどこぶし、わりかしあの乗れるおばちゃんにはねリズム的にね明日はいよいよこれを青に染めようかなあのこれからね土日休みに帰った、ね、で私のデーが忙しくてね買い物行く暇ないしねうちの子水曜休んでてんけども もう土日に普通のパターンに変えた土日休みで平日あの行ってもらうようにねそんな感じですあそれとまたジュイップやねあの LGBT 法案ねあの見送りになったけどね私も、まあ、自民党の方持つわけじゃないけれどもねそれでいいんちゃうと思うんだってね パートナーシップ制度やってるとこもあるじゃない。あの、どこやった足立やったかなあの、パートナーシップ制度っていうのは、まあ、まあ、同性でもね、あの、結婚と同じような、あの、条件をつける制度なのね。例えばあの、市営住宅、向こうやったら、区営住宅か、に夫婦として入れるとかね。まあ、まあ、普通の結婚並みの優遇があるわけ。 それでちゃうのね、何もそれで、LGBT の人でもね見てたらねあのやっぱりやめたで T の人でもねトランスデンターの人でもねえ女から男になってみたけどやっぱしちゃうからやっぱり女に戻るとかねあのその逆もあったりねそれも完全な元に戻るんじゃなしに、ね、中間に戻ったりとかねいろんなパターンがあるみたい。 だからこれは法律で決めたらあかんと思う。まだ、まだまだね、もっとあのこ、個々のね、自由の幅が広い。多様性はもっと広い。LGBT だけじゃないの。もっと広い。それはあの、YouTube で見ててね、結構私 LGBT の人好きなわけよ。あの、GPT チャンネルとかよう見てるし、FTM ってあの、元、元女子であの、男性に性転換して、 まあ、戸籍も変えてのね人たちの番組を見ればあの二人パパスウェーデンにスウェーデン人のパパと日本人のパパと二人のパパであのどちらかの血を引いたお子さんをね育ててはるわけまあお腹を借りてはるのかな借りばあのなんて言うんやったっけまあお腹を借りて出産したねお子さんのいてある二人パパの番組とかね あスウェーデンの番組面白いねスウェ。スウェーデンの文化もわかるしね。ほいで、ね、何や、挨拶なんかなしてえなーって始めたかっこええしね。ほんで、あの、真似したいのがあの、サンドイッチケーキ。あ、あれ、あの、バースデーケーキの代わりにサンドイッチケーキええー、なー思って。バースデーケーキやったら太るじゃないですか。ほいで、サンドイッチにして、あの、糖質制限してね、甘くない、まあ、クリームチーズとかマヨネーズとかでね、 デコレーションしてあのサーモンとかねいちごとかそんなんでデコレーションしたらね立派なケーキになるしねあこれええわ思うなまねしよう忘うただからそういうふうにあの LGBT の人への偏見ってねまあ今年はない方やね別にあのもしお隣さんがそうやったら普通にお隣さんとしてねお友達になりたいし。 まあ普通やと思うんですよほんでいじめの問題についたらね、まあ、あの性差別性自認によっていじめられるっていうんやったらねそれやったらねんやったかなえー、とパワハラ法案ーっていうのができたやんだから上司がねパワハラでいじめられたらね訴えられるわけよだからいじめやっていうのは、まあ、いじめ,いじめハラスメント ハラスメントとして、あの、訴えられるわけよね。ていうか、それは、だから何も LGBT 法案でなくても、その、いじめの問題もね、えー、パワハラ法案な、何やったかな、正式名称。パワハラ法案でよかったかな、ね。それでいけるわけほんでね、あの、何もあの、LGBT だけじゃないと思うの、いじめとかね、あの、不利益とかいうのはね。そんなん言うだろう ハゲの人の人権どうなんのハゲの人差別されてるやん。みんなにちゃかされてるやん。割とね。ハゲ。それと、キモをタどうなんのよ。ね。キモをタ言うたら悪いねんけど、まあ、キモをタってやっぱりいてはるやん。か地味でね、なんかあの、いかにもいじめられっぽいようなね。そうの人もいてはるやんか。そういう人たちどうなんのだから、きりがないわけ。だからそれやったら、あの、パワハラ法案とこう全部のいじめは良くない。 で、結婚したいんやったら、あの、結婚に準じる制度があるじゃんそれで十分解決すると思うのね。ほんで、そういうようなね、法律でね、ガチッと決めるよりも、あの、YouTuber としてやってはる人の方が、よっぽどね、その偏見を払拭していくと思うの。その GPIT チャンネルのかり二人、パパしかりね。それと、安藤チャンネルも面白いわね。で、そもそもあの、ニューハーフ系の、えっ、ー、と、 MTF の人、男から女になった人ってね、結構、口さつやん。まあ、それが一部なんか知らんけど、目立ってるのはそうよね、あの、ニューハーフさんの番組でもね、あの、ミッツ・マングローブさんの番組の、そもそもあのマスコ・デラックスさんの口さつやん。だから、ニューハーフさんって、あの女から見たら結構怖いよ。もし、あの、何回トラブったら絶対負けると思う、口さつは 女としてて同情的に見てくれへんもう対等にガンガン来るやろうしねニューハーフさん怖いでもニューハーフさん好きやねん私がだからあの,女の男,男の女のお手伝いしたらねニューハーフになっちゃうのよどう男と女の間ぐらいの線にねいつもなっちゃうから、ね、ニューハーフさんにはね親近感持ってるのよねだからあの法律なんかで決めるより YouTube でこう発信してるし方がね よっぽどあのメンタルにもいいしね幸せに生きていけるし、まあ、いろんな人とシェアできるしねおっとおっとおっと「ゆりちゃん何を裸で今 <laughs> 服着とったけどねもうお腹丸出してあ薄れへんかったよかった、まあ、そんな感じで何でも法律でかちっちあそうだ井出さんもねなんかその SNS の誹謗中傷を訴える法案を作れとかね また言うとるわ言うてねだからお前を閉まれよと思うんだよねだからそういうふうなそのあの弱者の権利をね逆に利用してね弱者じゃないよかなり強いよそのバックボーン政党を傘に来てねあの弱者を傘に来てあの不正なことも平気でまあ口先だけでれでブログで発信してあのあの弱い人をいじめるみたいなね そもそも JR をまああの写真勝手にバシャバシャ撮っていじあの差別やから晒しやったから何やったら正確な言い方忘れてたけどねほんでマスコミ読んでねあの誹謗中傷自らしてる人やんねだから JR の職員さんの人権をあの侵害してる張本人やんねそも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 の始まりがそういう人は許せない何をもてな だからあの説明責任をね果たしてもらうようにどっかの政党社民党に法案というか質問してくれへんかな。でもどうせこのままほっといても消えるような政党にまともに相手する議員さんいないかな。となるとまあオンブズマン的なところとか、まあ、どこそこの障害者団体も社民党を相手に。 喧嘩できるとこないんかないかまあ私がまあ、ちまちまあの個の一個人としてねあのやっぱり声を上げていき,きたいと思うイデナさんは間違うてるでねあくまで間違ってるどう考えても間違ってる実際にあの説明してほしいそんな感じですではよろしかったらチャンネル登録高評価ボタン コメントなんかもよろしくお願いします。では、